列車の時刻が近づいてまいりましたので、改札の中に入ります。なんとも静かなものであります。こちらが先ほどの不要軒身延そばさんのホーム側のお店であります。このように窓もドアも固く閉ざされており、お店は閉まっているようにしか見えません。っていうか閉まっております。お店が再開される日はやってくるのでありましょうか。やってきてもらいたいものでありますが、岸田首相がうんともすんとも言わないので大変困ったものであります。ということで、次に乗ります12時34分発の富士行きの普通列車がやってまいりました。あ、これボタンを押さんとあかんのか。こちらにこのようなポスターがありました。それではそろそろ列車は発車してまいります。お待たせいたしました。前の車両にお移りください。車内両替機において全員ということで、終点の富士駅に到着でございます。
ちょうどこちらの焼きそば店の目の前に泊まりました。それでは早速お店の方に行きたいと思います。こちらが富陽県の富士駅身延線ホーム店であります。こちらのお店は11時から14時までの営業ということで、またしても福本豊波のギリギリの滑り込みセーフであります。私が本日最後の注文客のようであります。はい、ありがとう。立って食べるところがあるにはあるのですが、なんかちょっと隣の人と気まずいので、初めてベンチに座って食べようかと思います。注文いたしましたのは月見そばであります。この素晴らしいカットのネギに、そして卵が乗っております。本当は揚げたてのかき揚げそばにしたかったのですが、本日の営業が終了間際だからでしょうか、かき揚げは終了したとのことでございました。それではいただいてまいります。このおつゆでございますけども、しょっぱい感じはあまりないんですけども、甘辛い感じでね、卵にベストマッチングでございました。そしてね、このネギでございますけども、このタイプのカットのネギっていうのはね、駅そば店では珍しいかと思いましてね、あの僕こういうカットのタイプの駅そば見るとちょっとテンション上がります。そしてね、あの麺の方はもちもちっとした感じでね、このおつゆとベストマッチングでございます。大変美味しいおそばでございました。そして最後におつゆをいただきまして、ごちそうさまでございました。富士駅身延線ホームの富陽軒さんでございました。身延駅の富陽軒さんも早期に再開してもらいたいところであります。再開されたらね、私飛んでいくつもりでございます。それではですね、一度改札の外に出て特急券を購入したいと思います。次に乗ります列車は、14時29分発の特急富士川8号であります。せっかくなので少し駅の外に出てみます。このように駅周辺には建物はあれど人の影は見えません。ゴーストタウンのようになっております。まあこの時たまたま人がいなかっただけかもしれませんけども、別にね緊急事態が敷かれているとかそういうわけではないと思います。多分まあ日本ですから緊急事態ね、こう封鎖されるようなことはそんなことはないと思うんですけどもね、私がまあここにいるわけですから少なくともそれはないと思います。おそらくこの角度から富士山が見えるはずなんですけども、あいにく雲がかかっていて富士山が見えません。僕こんなんばっかりですね、雲がかかってて富士山見えないとか。それではあまり時間もありませんので駅に戻りまして特急券を購入したいと思います。あ、なんか初めて人がおった。無事特急券を購入することができました。ホームに降りると特急富士川8号がやってまいりました。この列車に乗って静岡駅まで行きます。特急富士川は富士駅で進行方向を逆方向に変えて静岡駅に向かいます。そして先ほどの富士駅でビールとおつまみを購入いたしました。謎の30周年の札幌ビールと、こちらはのぞみ30周年の名取のおつまみセットでございます。こちらのおつまみセットにはチーズかまぼことチータラ、そしてペンシルバニー、ペンシルカルパスですね、それからつぶもちピーナッツということになっているようであります。それでは静岡に着くまでにいただかなければなりませんので早速いただいてまいります。
それではですね、特急藤川の東海道線内での回送ぶりをお楽しみください。静岡駅までやってまいりました。この静岡駅にやってきた理由は、僕がここから新幹線に乗って帰るためでありますが、その前にですね、今見えておりますこちらのお店をね、来ようかなと思ってやってきたんですけども、残念ながらお店の方閉まっておりまして、営業時間を見ますと朝の7時半から昼の13時半までということで、コロナの影響で時短営業中であるということであります。ということでね、残念ながらコロナの影響でお店の方閉まっておりまして、お蕎麦をいただくことができません。もちろんね、これ岸田首相がうんともすんとも言わないから閉まってるということも言えるかと思います。岸田首相は一体この国をどうするつもりでいらっしゃるのでありましょうか。ちなみにですね、サイエンスという観点から見るのであれば、諸外国のような対応を取るのがベターなんじゃないかなと私は思うのですが、それでもね、緊急事態宣言をまた発出するとかね、言われるのであれば、私はそれに従うつもりではあります。残念ながらお店の方は閉まっておりましたので、次のお店の方へ向かいたいと思います。次のお店はですね、ウィキそば店ではないんですけども、なんて言いましょうか、ちょっと変わった面白いお店がございますんで、そちらの方にね、行ってみたいと思うんですけども、そちらの方のお店っていうのはね、なんて言いましょうか、ご存知の方はご存知かもしれませんけども、ある意味ね、秘密のお店みたいな感じでございまして、ま、今日はね、もうそのお店も閉まってるかとは思いますけども、ま、ちょっとね、皆様にご紹介していこうかなと思っております。もしね、この動画がこの先ね、 YouTube で拡散されるというようなことがあった場合ね、その今から行くお店の方にひょっとしたらご迷惑をおかけすることあるかもしれませんのでね、もしね、この動画が拡散されてしまった場合は、この動画自体を削除するか、もしくはね、この動画のここから先の部分をね、ちょっと削除するかもしれません。ですんでね、もしこの動画がね、ここまでになってたら、ま、その場合は、あ、そういうことなんだなというふうにお考えいただいてですね、とりあえずこの動画はここまでということになります。ご視聴いただきありがとうございました。ということでね、次に進めてまいりますけども、とりあえずですね、今歩いてる方向へ、まあ、歩いて2、3分ってところかなにお店があるわけなんですけども、とりあえずここのには横断歩道ありますんで、これを渡ります。これを渡ると右側に吉野家があるでしょ。この吉野家を左へ見ながらまっすぐ行くわけなんですよね。ということで、吉野家前を通過いたします。そしてこのまままっすぐ歩いて一つ目のね、交差点を左に曲がります。なんかここに JR 貨物のコンテナを改造したような
カレーと中華そばのお店があります。そのまままっすぐ歩きますと、ここに交差点がありますので、この交差点を左に曲がります。ちょうど今頭上を通っている線路が東海道本線であります。この東海道本線のガードを抜けて、次の、東海道新幹線のガードのところですね、そこにお店があります。ちょうど見えてまいりました。東海道新幹線のガードのあの下にお店があります。はい、ということで、東海道新幹線のガード下にあるちょっと変わったお店というのがこちらでございまして、こちらのお店、駅そば店ではございませんけども、一応そばとかも扱っておられまして、僕としてはむしろ駅そば店に含めたいというくらいのお店でございます。そしてこちらのお店、看板はございません。唯一ある看板がこちらでございます。そしてこちらのお店の名前がズバリ、JR 新幹線食堂であります。新幹線食堂ってこれ新幹線ちゃうやんとか思うかもしれませんけどもね、あとね、 JR の、東海道新幹線のガード下にあるからっていうわけでもございません。実はこちらのお店、 JR 東海の社員さんの社員食堂でございまして、ですが一応一般の方も入れるようになっております。ですがね、営業時間の方が朝の7時から13時半までで、土日祝もお休みいうことで、今日は閉まっておりまして、お店の方で入ることができませんけども、ちょっと変わった食堂いうことでね、皆様にご紹介しようかなと思って、歩いてまいりました。ということで、 JR 新幹線食堂でございました。帰りはここをまっすぐ行きますと、駅構内のモール街に出ますんで、そのモール街をさらにね、このまままっすぐずーっとね歩いていきますと、なんと駅の改札前に出ます。ですんでね、一度このお店の場所が分かると、まあ、次からはね、改札を出てね、この店までまっすぐ歩いてくるだけですんで、歩いてね、まあ1分から2分ってところですね、っていう感じで、かなり近いところにあるお店でございますんで、まあ皆様もね、もし静岡に来ることがあれば、こちらのお店に寄られてみてはいかがでしょうか。あ、ちなみにですね、今歩いてるところは当然私有地でございますんで、まあ、あの一般の方でございますから、あの通らせていただいてるんだという気持ちで、平身抵当にね、通っていただくという形になるかと思いますし、まだあの JR 新幹線食堂もね、社員食堂でございますから、一般の方でございますから、やっぱり平身抵当にあの利用させていただいております、ありがとうございますという、そういう姿勢でご利用いただければいいんじゃないかなと思っております。ということで、新幹線の改札前までやってまいりました。この後はね、新幹線に乗って京都まで行き、そこから京阪バスの直通京都号に乗って帰るわけですけども、この動画はここまでということになります。ということで、今回は名古屋から中津川に行きまして、根の上そばさんをいただいて、その後塩尻駅へ移動して、塩尻で特急あずさに乗り換えて韮崎駅へ行き、韮崎で山賊そばをいただいた後、今度は韮崎から甲府へ移動して、甲府のいろりらん気楽と、丸政そばさんで、そばをいただいて、あと今度は身延線に乗って身延駅に乗して、ま、身延そばは、残念ながら閉まっておりましたので、今度は、富士駅へ行き、富士で、また不要軒さんのおそばをいただきまして、で富士から今度は、特急富士川8号に乗って静岡までやってきたということでございます。ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。またなんかね、コメントとかチャンネル登録とかね、していただけますとありがたいと思います。それでは、ありがとうございました。またごきげんよう。